こんにちは、こんばんは、葵です。車座階段6回目始めます。さて、今回からいよいよ多分最終週3週目入ります。あ、なんか入りますって長範賭博の壺振り師みたいになっちゃった。参ります。はい、残り聞いてないのは1話が菅原くんで、2話聞いてないのが永井くんで、3話聞いてないのが奥田くんだから、順番は菅原、永井、奥田、菅、永、奥でいいね。うん、で、それで全部コンプリートしたら多分主人公の話が聞けるという感じでしょうかね。とりあえず行きましょう。菅原くん、頼むよ。お、とんがり頭。あ、僕ちゃんからか。ちゃん？結構前の話だけど、いいよな。うん、あの、小学生時代の話も聞いたぐらいだからな。もう10年くらい前のことなんだけどよ。ってことは、10代だよね。俺、車の免許取ったばっかでよ。ってことは 18？ あちこち走り回っていたんだよ。あちこちといっても珍しいとこに行くわけじゃないよ。運転してるだけで楽しいから、目的地なんてないんだ。まあわかりますよ。今だったら退屈なドライブだけど、あん時は楽しかったんだよな。そんな風にブラブラしてるうちに、あたりが暗くなってきてさ。あ、もう帰んなきゃって思うわけよ。でもその日は結構遠くまで来ちゃっててよ。もしかして迷子？ちょっと帰り道がわかんなかったんだよな。カナビがありゃよかったんだけど、なくってさ。おー、スマホはあったんだけど、あ、あるんだ。そん時俺スマホ変えたばっかで、ナビの使い方わかんなくてよ。地元に帰る道路標識を探しながらうろうろしていたわけよ。あー、僕はすごい迷った思い出が多いですね。しばらく走ってようやく帰れそうな道にたどり着いた。初めて通る道だったけど、ほっとしたな。あとはこの道をひたすら進めば、いずれは知ってる道に出そうだ。やっと家に帰れるぞってね。でもよ、その道最初は広かったんだけどさ、走ってるうちにだんだん細くなってってよ。ちょっとあるよね、そういうこと。電灯も減っていくし、大丈夫かこれって不安になってったんだよ。対向車もいなくなっちまってさ、俺の車だけがトコトコ走ってたよ。暗い細い道をさ。え、なんか見えてるよ、なんか見えてるよ、なんか見えてるよ。そしたらよ、遠くの路肩に誰かが立ってるのに気づいたんだ。白くて長いスカートを履いた女だった。長い黒髪がのれんみたいにデコで割れてたな。その女がな、うわぁ、俺が通り過ぎる直前、スカートをまくり上げたんだよ。え？俺はビビって女をガン見した。え？スケベ心とかじゃなくて、うん、純粋に、なんだこいつって気持ちだよ。その時、ん？なに？見とれた？どうした？女が立ってたのはカーブの手前だったんだよ。危な！明かりが少ないのと女に気を取られてたせいで、危うくガードレールにぶつかるとこだった。派手にハンドルを切ってなんとか回避できたんだけどよ。車を止めて後ろを振り返ってみたけど、女の姿はなかった。あ、それやべえやつだな。生きた心地がしないっていうのはああいう気持ちなんだろうな。俺は自分の心臓の音を聞きながら帰り道に戻ったよ。めっちゃどっこんどっこん言ってるわ。ハンドルを持つ両手が震えていた。その後、何度も思い返したんだけどよ。あれって生きてる人間だったのかな？それとも、幽霊だったのかな？未だにわかんねえんだ。ああ、それやばいやつだな。うん、まあでも雰囲気はそんなに悪く、え、終わり？ちょっと早くない？俺の話は終わりだよ。てか、この話、智也にはしたことあったよな。言いながら菅原くんは奥田くんに背を投げた。
聞いた聞いた、と奥田くんはうなずく。菅原からその話聞いてさ、絶対にその道は通りたくないって思ってるんだけど、こいつどの道か覚えてないんだって。まあそれは迷子の末のその道にたどり着いたわけだからね。それはわからんわ。迷惑そうに顔をしかめる。確かに僕もその道は避けたい。うん、その女が幽霊であれ、生きてる人間であれだ。うん、どの道怖いよ。永井くんがチューハイを飲み始めた。話を聞いてる間は何も口にせず黙って聞いていたので、案外律儀なのかもしれない。そうだね。まあお通しだな。何それ、お通し評価って意味かな。と言ってうなずく。今の話の評価らしい。やっぱそうか。まあそんなもんだろうみたいな感じかな。お通し良かったのか悪かったのかよくわからない。微妙な感じだよね。スワラ君の話って途中まで雰囲気いいんだけど、途中でプツって切れちゃう時あるね。じろりと僕に視線を向けてくる。ね、翔ちゃん、次は誰だよ。次行ってみようみたいな。あ、うん。長井くんに促され、僕は視線を巡らした。まあ、順番は決まってるからね。さあどちらにしようかな。長井くん、多分このゲームやるとき一番最初に選ぶのは菅原くんだと思うんだよ。だから、最初に聞く話と想定して、まあ、こんなジャブな感じだったのかもしれないね。それだ、長井くん行きます。うん、次は俺の番だな、頼むぜ。ちょうどいい話があんだよ。ま、俺が体験した話じゃなくてダチの話なんだけどよ。お、いいよいいよ。俺のダチに吉典って男がいるんだ。10歳くらい年上なんだけどよ、ってことは30代後半ぐらいかな。すんげえトロいの。中学卒業してからずっと電気屋で働いてんだけどさ、お、キャリアは長いんだ。電気のことなんか何も知らねえんで。ダメじゃんそれ。パソコンの設定すらできねえの。結構電気屋で働いてる人って重宝するよね。うん、パソコンの設定もそうだけど、エアコンね、付け替えてくれたりね。それができないってこと？覚える気もないんだろうけど、そもそも頭が弱いんで、それちょっと失礼じゃね。あ、でもできないんだもんな。その分警戒心もないからよく変なトラブルに巻き込まれてんだ。見てる分には面白いやつで面白がるな。そいつ実家暮らしだったんだけど、数年前に親に追い出されててさ、いろいろあんだろうな。俺んとこに止めてくれって連絡来たけど無理に決まってるし。止めてやんないんだ。もう30なんだぜ。そんなおっさんと暮らせるわけねえだろ。まあ相手にはよる。よしのりは諦めて不動産屋に行ったよ。つっても選択肢は少ない。金がねえんだ。中卒から働いてるくせによ。あー、貯金ないんだ。でもラッキーなことにすんげえいい物件が見つかったんだ。あ、なんかもうすでにやばい話だよね。古い物件だったが鉄筋コンクリートで駅が近くて、おお、家賃4万円。部屋は台所入れて3部屋で礼金もない。あ、もうやばいよそれ。おまけに最上階の角部屋だ。古さを差し引いてもかなりの好条件だった。なんか逆に疑った方がよくない？吉典は即決したよ。内覧もせずにその場で契約しまった。とりあえず見といた方がいいんじゃないかそれ。まあ実家には入れてもらえないから一日も早く引っ越したいよな。あ、それがあるか。トントン拍子で話は進み、入居日を迎えた。引っ越しは俺も手伝ったよ。おお。よしのりの荷物は親がほとんどゴミとして捨てっちまったから少なかったな。ウケるよな。ウケる？そこ絶対に帰ってくんなっつう意思を感じるよな。なるほどね。俺は引っ越しの最中にこの物件の値段とかを聞いたんだ。事故物件じゃねえの、間違いないよそれ。真っ先にそう思ったね。事故物件？よしのりはキョトンとしてる。信じられねえだろ。事故物件を知らないんだぜ。俺は呆れたよ。もう一人暮らしするべきじゃないよもう。
誰かが死んだ部屋ってことだよ。じゃない。俺はその場でスマホを取り出すと、事故物件の検索サイトを開いて調べてみた。案の定だった、マジで。5年前に男が首吊り自殺した部屋らしい。まあでも本人が気にしなければどうなんだろう。おい、事故物件だぞここ。スマホの画面を指さしながら親切にも俺は教えてやった。よしのりが、と言っただけだった。マジか。怖くねえの？聞くと、と首をひねる。気にしないたちなんだ。別に、他に選択肢ないしな。あと、俺の親戚も首吊ったし。そういう問題かよ。まあ、よしのりの言いたいこともわかる。案外よくあることだよな。そんなことは。そうっすか。実際部屋自体は問題なさそうだし、駅地下でこの家賃なら破格だ。うん。でもな、ただ踏切も近いせいで、ありますね、しょっちゅうカンカン聞こえてきたのが玉に傷だったな。うん、ゲーム実況とか撮れそうにないなそれ。引っ越しの最中に慣れちまったけど。引っ越しが終わると俺はラーメンを奢ってもらって帰った。帰り道でふと思ったんだけど、5年も前に事故物件になって未だにヤスリされてるなんて変だよな。変すぎるよそれ。よしのりは気にしないだろうけど、俺なら選ばねえな。うん、僕も選ばねえな。今から話すのは後でよしのりから聞いた話だ。なんかやばそうだねこれは。引っ越しが終わった夜、よしのりは布団に横になってうとうとしていた。相変わらず電車が通るたび踏切の音はしていたが、寝るのに問題はなかった。と思っていたんだけどな。ん？突然金縛りがよしのりの体を襲った。生まれて初めての体験だ。よしのりは焦った。起き上がろうとしてもちっとも体が動かねえ。むしろ動かそうとすればするほど全身が硬直し、動悸が激しくなっていく。意識ははっきりしてるが、頭の中はむちゃくちゃに混乱していた。視界の隅に人影のような幻が見えた。うわっ！はっきりいる。いや、幻ではなかった。知らないおっさんが見下ろしていたんだ。怖え！目の裏で鼓動が狂ったシンバルのように鳴り響いた。幽霊だ。混乱しながらもそう悟っていた。こいつが金縛りの原因だ。まるで色のついた影のように男はひっそりとよしのりを見下ろしている。普通幽霊ってのは女で髪が長くて白いワンピースを着ているっていうイメージがあるよな。ベタだけど、うん、そういうイメージあるね。でもその男はどこにでもいそうな冴えないおっさんだった。男はじーっとよしのりを見下ろしている。よしのりは金縛りのせいで目も離せず男を見上げるしかなかった。え、金縛りって目もギョロギョロ動かせねえの？うわー、来た。恐ろしいことが起こった。なんと男が覗き込むように顔を近づけてきたんだ。よしのりは叫びたかったが声が出せない。いや、出せていたのかもしれないが自分の耳には届かなかった。金縛りの最中は自分の声が聞こえないらしい。えー、うわあ、近い。そうこうしてるうちに男の顔はどんどん近づいてくる。やばい。めまいがしてきた。このままじゃ見知らぬおっさんの幽霊とキスをする羽目になる。それ思った。地獄だ。男はどんどん近づいてくる。よしのりは泣きたくなった。やめてくれ。大丈夫？そこで、よしのりの意識は途絶えた。大丈夫じゃねえな。それはラッキーだったのかもしれない。おっさんとのキスの記憶なんて一生ものトラウマだもんな。ただその日から妙なことが起こるようになった。ある夢を見るようになったんだ。それも毎晩つながった夢だ。よしのりは
覚えのない大学を卒業し、え？覚えのない会社に就職していた。え、そのおっさんの記憶？夢の中の吉則は気弱な男だった。喋るのも苦手。見た目も地味。その上、背が低いから上目遣いに周りの顔色を伺ってばかり。じきに周りの社員からしかとされるようになった。ひでえな、そりゃ。他の奴らと同じことを言っても、吉則の発言だけは無視されちまうんだ。え、それを、なんか体験してるってこと？職場に居場所はなかった。時は進み、吉則は30歳を過ぎた。いつの間にか結婚相談所に通っていた。紹介される女と何度か会うが、なんせ口下手な男だ。なかなか交際につながらず、がっかりすることばっかりだった。わお。そんなある日、一人の女と出会う。おう。もちろん、結婚相談所から紹介された女だ。好みではなかったし、相性がいいとも感じなかった。今回もダメとか諦めていたが、意外にも後日連絡が来て交際が始まった。やったじゃん。え？結婚相談所を退会し、すぐに結婚したトントン拍子。結婚式に対する女のこだわりは凄まじく、吉則は流されるままだった。派手に金がかかったことに驚いたが、文句は言えなかった。まあ、願望ってあるからね。うん。念願かなっての結婚だったからな。女は中堅の地元企業に勤めていたが、結婚するや否や退職し、専業主婦になった。貯金はなく、金遣いは荒い。マジか。家事もほとんどしない上、性格はきつい。それでも吉則はやっと掴んだ家庭を愛していた。ほどなくして子供が生まれた。女の子だ。吉則は嬉しかった。うん。これでやっと自分も人並みの幸せを手に入れたと思った。結婚して子供がいて、ゆくゆくは一戸建てを構えることが吉則にとっての幸せだったんだ。職場に居場所のない吉則にとって家庭にかける夢は最後の砦だった。でもその夢は叶わなかった。女は娘を過保護に育て、娘も母親によく懐いた。二人の間に吉則が入り込む隙間はなかった。それどころか二人揃って吉則を邪魔者扱いする始末だ。なんかでもありがちな感じはあるよね。それでも大切な家族だ。吉則は家族を養うために毎日残業して生活費を稼いだ。しかし、気合とは裏腹に会社の経営は悪化、また嫌な予感しますね。突然リストラされちまった。吉則が40代半ばの頃だ。そりゃきつい。吉則は妻と娘にむちゃくちゃに罵られた。慌てて再就職先を探すが、なかなか面接が受からない。手こずってるうちに妻から一枚の紙を突きつけられた。あ、離婚届ね。吉則は何のために頑張ってきたのかわからなくなっていた。流されるままに捺印をしていた。請求された養育費が相場よりもずっと高いことに後で気がついた。あかんやつだ。向こうから行ってきたわけだしな。なんとか警備会社に就職したが、新卒並みの給料だ。節約のために両親のアパートに住むことにした。ああ、2DK のアパートに80代の両親と50間近の息子の3人暮らし。数年後、父親が亡くなった。さらに数年後、母親が認知症になった。そして、翌年、吉則の腰まで悪くなってきた。でも、うん、あるよ、こういうこと、多分。腰の痛みを騙し騙し過ごしていたが、改善する気配はない。そうこうしてるうちに次第に下痢が増えて痩せていった。これ自分の健康もやばいね。仕方なく病院に行くと癌の宣告をされた。すでにあちこちに散らばっているらしい。ショックを受けて帰宅すると母が駆け寄ってきた。わけのわからないことをわめき、吉則にすがりついてくる。どうやら父親を探しているようだ。こんな母親を置いて入院などできるわけがない。
そもそも入院費もない。まあでもそれ高額医療でね、まあ後で請求すれば、でも一旦ね、払わなきゃいけないからね、それもなかったらきついよね。認知症の母、余命のすり減った自分、殻に近い貯金、暗闇に落ちていくようだった。まあそれは絶望しかないよな。俺はどうすればいいんだ。ロープをかけられそうなところは玄関だけだった。何度も迷い、失敗し、諦め、また向かい合い、褒められた子じゃないが、やつはついにやり遂げたんだ。ああ。これを全部、友達は見てきたってことか。体感したのかな。すげえ夢だろ。つまり吉典はそのアパートで死んだ男の人生を夢で見てたんだ。男にキスされた時に取りつかれたんかもな。ああ、されたのか。で、この話、これで終わりじゃねえんだよ。一つ困ったことが起きるようになったんだと。おっさんの幽霊は普段は鳴りを隠してるんだけどな。消えたわけじゃない。ある瞬間に姿を見せるようになっちまった。え？それは、家を出ようとする瞬間、ノブの下から見上げてくるんだってさ。俺の話は以上だ。怖っ。あ、まあ、確かに玄関で幕を閉じたわけだからな。え、吉典はどうしたって？まだそのアパートに住んでるよ。すげえな。たまに、ノブにおっさんが引っかかってるだけで、あとは普通のアパートだからな。普通じゃない。ないないない。断じてない。家賃も安いし、駅近だし。なんだかんだ気に入ってるみたいだぜ。あいつらしいよ。俺なら絶対に嫌だけどな。すげえ人がおるんだな。永井くんが話し終わると、他の二人は難しい顔で黙っていた。そりゃそうだよ、ドン引きだよ。僕も嫌な余韻を噛みしめていたので、似たような顔をしていると思う。菅原くんがポツリとつぶやいた。ガチすぎん？永井くんの話すごいよね。あ？永井くんが心外だと眉を上げる。ガチってなんだよ。一番怖い話をしたやつが勝ちなんだろ。うん、勝ちですよ。もうちょっとポップでもいいよね。奥田くんが渋い顔のまま言う。あ？いや怖かったけどさ、まあ可愛げがないっつうかさ。奥田くんの言葉に菅原くんがうんうんとうなずく。この奥田くんと菅原くんのノリは似てるからね。もうどうやら思いのほか怖い話をされたため、協力して永井くんの足を引っ張ろうとしてるらしい。うん、他二人を圧倒してるよね。僕は二人の醜い姿にあっけん取られた。永井くんはプンプンしてる。いや誇れ誇れ。んだてめえら、わけわかんねえ。もういいよ、次次行ってみよう。あ、うん。永井くんに促され、僕は生返事を返した。と言っても次で最後だ。だね。最後の一人は、いや僕の話も多分待ってるだろうから。よし、じゃあ今回はここで締めましょう。はい、それじゃあ一度エンドリスト見ましょうか。菅原五郎のカーブの女ね。深夜のカーブに現れる事故を誘う女の話。やっぱ誘ってんだね。そして永井優斗の事故物件。いってらっしゃい。これは、笑えない、笑えない。うん。ノブの下で、毎回言ってんのかな？怖いわ。はい、ということで次回は、奥田智也の話を聞いて、その後、小林翔吾で締めということかな？はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。続く。